レオポルト・フォン・バーデンは、第四代バーデン大公。初代バーデン大公、カール・フリードリヒとその二度目の妻ルイーゼ・フォン・ガイアースベルクの長男として、カール・スルーエで生まれた。カール・フリードリヒとルイーゼの結婚は、帰戦結婚とみなされ、当初二人の間の子供たちには、大公位継承権が与えられず、ルイーゼの称号ホフベルク博を授かったのみだった。 バーデンに残っても生活するための地位も財産もない、レオポルトは、フランス軍に入って、士官となる道を選んだ。1817年、日陰の身であったレオポルトに、劇的な変化が訪れた。おいで、当時の大公カールの一人息子アレクサンダーが、生後一年で溶接したのである。カールの他に、カールフリードリヒ大公と最初の日。 カロリーネ・フォンヘッセンダルムシュタットの血を引くのは、カール・フリードリヒの三男で、レオポルトのイボ兄のルート・ビヒだけであった。ルート・ビヒにも着手がなく、バーデン対抗家の断定が断絶する恐れが濃厚となった。ルート・ビヒの次に継承権を持つのは、隣国のバイエルン王マクシミリアン一世であった。マクシミリアン一世は、カールの姉、カロリーネを5歳に迎え王妃としていた。 バーデン対抗家では、断刑の次に、年長の女系に連なる相続法を認めていたのである。結果として、バイエルンはバーデンに対したしたような対抗位継承の申し出を行ってきた。1816年のウィーン会議では、バイエルンは、オーストリア帝国と並んで、ビッテルスバッハ系継承させるようバーデンへ圧力をかけた。家系断絶を回避するため、カールは、 セイリンゲン家に、対抗位を残す手立てを講じた。彼は、父、カール・ルートビヒのイボ帝たちに、対抗位継承権を与えることにしたのである。1817年、ホフベルク白爵夫人の生んだ子供たちに、対抗家の静着の男子と等しい権利を与える、神経症法を交付した。これをもって、レオポルトは、イボアニ・ルートビヒに次ぐ、対抗位継承権者となった。 翌1818 18年、カールは自由主義的な憲法を交付した。この憲法には、ルイーゼフォン・ガイアースベルクの産んだ子供たちを着手とする、旨が記載されていた。同年のカールの死後、列強は、バーデンのホフベルク系の継承権を認めた。カールの後を継いだ、ルートビヒ一世は、継承順位一位のイボテー。 レオポルトの地位をさらに固めるため、名フリーデリケの娘にあたるスウェーデン王女ソフィアとの縁組をお膳立てした。ソフィアは、スウェーデンのハイオーグスタフ4世、アドルフの娘であり、カール・ルートビヒの孫娘であった。この結婚は、カール・フリードリヒの二人の火の血統を融合させる意味があった。ソフィアは、両親ともに王族であり、諸子として生まれた。 レオポルトの落園を注ぐ役目もあった。1830年、ルートビヒ一世が着手のないまま死去、レオポルトは大行為を継承した。1819年7月、イボ兄、カールルートビヒの孫娘ソフィアと結婚。八死を設けた。ありがとうございます。